はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイですね。サンガリアのミラクルボディハイ。ミラクルボディハイ。アルコール度数 5%。天然タウリン 100mg。本製品はお酒です。うわ。これすごいなぁ。また絶対これ外れだろ。絶対外れだと思う。ちょっと待って、これ。あ、カフェイン入ってんのか。まあ、俺カフェインに結構敏感でさ、夜眠れなくなるんだよね。まあいいか。原材料名が、ウォッカと、ガラナエキスと、高麗人参エキスと、糖類、と、炭酸と、酸味料と香料と、ビタミン C と、タウリン括弧抽出物と、カフェインと、塩化 K、カリウムかな ?K だから、塩化 K と、グルタミン酸ナトリウムと、アスパラギン酸ナトリウムと、ナイアシンと、これあれじゃないか、これ成分表じゃないか、これ。まあ、一応全部読むか。ビタミン B2 と、ビタミン B6 と、陽性ビタミン P と、イソロイシンと、トレオニンと、リジン。長え。やけにいろいろ入ってる。いろいろ入ってるっていうか、これ、もはやあれだろ。あ、なんか、わからん。まあ、いわゆるあれですか。デカビタ C 的なやつです。デカビタチューハイみたいな。カンピー。ああ。デカビタだ。デカビタをなんか、デカビタになんか薄さとエグさを混ぜたよな、味だな。でもまあ、サンガリアにしてはまだ美味しいかな。サンガリアはだいたい8割外れだから。だいたいまずい。サンガリアのチューハイはね、サンガリアのチューハイはね、だいたい外れるんだよな。サンガリアは。外れるんだよなとか言っといて俺買うからね。多分もう、あれなんだろうな。エンジン全開エナジー系チューハイ、ミラクルボディハイは、程よい甘さで飲みやすいエナジードリンク風味のチューハイです。これだったらお前普通にあれだ。これ炭酸水とデカビタ買って、ウォッカで割れば出来上がりだ。しかもこれよか絶対美味しいだろ。これあんま美味しくない。なんかえぐい。えぐいっていうか。うん、やっぱなんか、何かえぐいな。なんだろう。この飲んでしばらく経って上ってくる、なんか変な後味は
何なんでしょう。まあ。でも俺最近、デカビタ C、俺デカビタ大好きな、まあデカビタ、まあ、オルナミン C も大好きなんだけど、デカビタも大好き。ウォッカ、ウォッカこれぐらい入れて、デカビタピアって入れて、飲んだけど、やっぱうまい。普通にうまい、ね、と思った。ただデカビタは量が少ないっていう。あと、カフェインが入ってるから、夜に飲むと、俺が寝れなくなるんだよ。俺よくあるのが、ウーロン茶を飲んでね、寝れなくなるパターン。風呂上がりにウーロン茶、たまに飲むんですけど、寝れなくなるんですよ。で、だいたい5時ぐらいまで起きちゃう。多分ちょっと敏感なんだな。おそらくカフェインに、敏感なんだ。ウーロン茶ってね、実はね、コカ・コーラよか、カフェインが入ってるっていう。かなりの量、入ってるんですよ。確か。でね、まあ、コーヒーはもってのほかなんですが、実は、いわゆる緑茶はですね、カフェイン、ウーロン茶と同じ量入ってるみたいですが、残念ながら、残念ながらじゃねえや。緑茶はね、実は大丈夫なんです。なぜかというと、俺もよくわかんないんですが、緑茶はカフェインは入ってんだけど、他の成分がなんだかわかんないけど、カフェインのあれを阻害してくれるらしいですね。摂取を阻害してくれるらしくて、実際は入ってるんだけど、眠くはなるので、全然、寝る前に飲んでも問題ない。らしいです、ね、ちなみに今見たところによるとコーラの倍入ってますね。ウーロン茶はコーラの倍カフェインが入ってる。あと意外なところでココアとか。ココアがなんとウーロン茶の 1.5 倍。へぇー。ココアってなんか普通にあれだけど、寝れる気がするんだけど。普通に寝れる気がするんだけど。寝れなくなるのか。いや、結局寝れるか寝れないかはわからない。そこは知らん。だからさっきみたいに、緑茶で、いける、飲んでも、結局カフェイン入ってっけど、寝れるっていうやつもあるんだよね。だから、一概に、カフェインが入ってるからダメっていうことでもね。だからもしかすると、俺だってココアなんて、だって、あれじゃん、寝る前にさ、ホットココアとかって飲んでさ、寝るイメージがあるから、そんなに寝れなくなった覚えはないんですけど。そこら辺どうなんでしょう。ということでね、じゃーん、昨日ね、このドラクエ9、9じゃねえ、11ね、発売しましたけど。まあ、面白いですね。うん。まあ、俺はこの 3DS 版を買ったんですけど、まあ、プレス4を持ってないんでね。
まあ俺 3DS 版買ったんですけど、まあ、面白い。普通に面白い。さすがドラクエっていうか、まあさすがドラクエって言ってもね、まあ一般的には9がクソゲーだったんで、ドラクエ9はクソゲーだって言われてますから、ね、まあさすがというか、まあ、うん。まあドラクエだなと。面白いね。ただ一つ不満点があるとして、あるんですけど、この 3DS 版だとね、あの 2D か 3D かで選べるんですけど、あの 2D にするとね、やけにね、ちっちゃい。画面の、その、すべてがちっちゃい。細かい。うん。文字はおろか、あの、人間っていうか、その、主人公たちのグラフィックもすべて、あの、細かすぎて、これ細かすぎるだろって思うんだよね。俺だけなんかな。あの、ドラクエのね、結局ね、まあ、まあ、5とかさ、あの、DS とかで出たじゃないですか。それやってて、もう別に、あの、細かいなって思わなかったんだけど、これはやけに細かいですね。11はね。俺だって近視だけど、細かいと思うもんね。目は、あの、近場はいいんだけど、近場では、あの、視力はいいはずなんですけど、細けえなーって思うもん。文字も超ちっちゃいからね。最近、あの、プレス3とかになってから、あれだけど、全体的に文字がちっちゃくなったよね。あの、システム面での文字とかさ、あの、会話の文字みたいなのが、全体的にもうちっちゃくなってさ。まあ、それを除けば、全然今のところ面白いですね。まあ、5つ星中、まあ、4つ星ですね。まあ、一つその、さっき言った細かさで、1点、まあ、下がるんですが、まあ、4つ星、全然面白い。ストーリーはおろか、まあでもまあ今4時間ぐらいしかまだやってないんですけどね。プレイ時間として。とりあえずすれ違いのできるところまでしかやってないんですけど。まあちょっと難易度は低いかな。ちょっとぬるゲーすぎないっていう感じはありますね。うん。ちょっと今のところ難易度が4時間プレイした中だとちょっと難易度低すぎるなと。全体的に敵が弱いのに加えて自分たちのあのなんか必殺技的ななんかゾーン状態だっけ。あれが強すぎるっていうのもあるし、ボスも普通に雑魚だし、対して、うん、どうなんですかねって感じはしますね。ちょっとこのまま行くと、ぬるげすぎるわってなるわね。ドラクエいろいろ、まあ、全部、まあ、ドラクエ1から11まで全部やってきてますけど、僕は。まあ、10は除くとすれば、除くとしても、まあ、全体的に難易度が、まあ、多分11は今のところ一番難易度低いですね。恐ろしいほどに低い。うん。これまで難易度低いドラクエなんて、一番難易度低いドラクエってなんだろうな。一番難易度低かったドラクエ。あ、多分これから多分おそらく難易度上がってくんじゃねえかなと思うんだけど、ちょっと序盤まあ4時間やっただけなんで、まあなんとも言えないんだけど、ちょっと難易度低すぎるかなと。
ドラクエ、でも、ドラクエで難易度低かったドラクエって、まあ全体的に見て、まあ、5かな。難易度低かったドラクエって多分 DS の5じゃない？もしくはプレステ2の5。スーファミ版は、割と難易度は高かった。と思いますけど。うん。DS 版は特に多分難易度は低い。まあ、プレステ2版も難易度低いといえば低いけど、DS 版の方が難易度低いですね。最初のね、レヌール城でしたっけ？レヌール城の難易度がすさまじく、プレステ2版になってから一気に減って、あそこでもう、クソ難易度低くなったよね。うん。スーファミ版だと、あそこでもう全滅必死ですから。てかもう全滅します。うん。普通にやってると、スーファミ版だとあそこは、まず雑魚敵の数が多い。うん。苦戦しつつ進んでったら、あれ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 。なんだっけ。初見殺しの、動く石像だっけ。あれ、土偶戦士だっけ。違うな。動く石像だっけ。違ったっけ。動く石像だったかな。土偶戦士だったか。土偶戦士のグラフィックの。いや、土偶戦士じゃねえや。あれなんだっけ。なんか土偶みたいな、なんか石像。確か石像、動く石像。動く石像なんだけど、今の動く石像とは、グラフィックが違うやつ。3の動く石像じゃなくて、5のグラフィックで、3の動く石像じゃないんだよね。あれがクソ強くて、だいたいあそこで初見殺しでぶっ殺されるんですよね。まあ、4時間やった感覚だと、ちょっと難易度低すぎるな。っていう感じですけど、まあ、このままの難易度で、全部、クリアまでこの難易度だったら、まあ、俺は三つ星つけますけどね。アマゾンでクリアしたら、つけますけど。アマゾンで、これで、このままいったら三つ星ですね。このままの難易度だったら、これちょっとぬるすぎる、三つ星。これはドラクエではちょっと、規定外にぬるすぎるって、つけますけど。多分、まあ、堀井雄二さんのことでしょう。多分、序盤は、あれなんでしょうね。ちょっと、ぬるめに、やって、みたいな。で、多分、まあ、難易度上がってくれるんだったら、まあ、四つ星つけますね。やっぱり、なんだかんだで、五つ星は、まあ、ちょっとつけられないですね。まあ俺結構厳しめでいきますけど。あまりにちょっと 2D のグラフィックがちょっと細かすぎて、なんだこれって。せっかくのドットなのにね。うん。まあ、あれでやってる人はいいかも。LL でね。3DS の LL でやってる人はいいかもしんないけど、俺普通の 3DS でやってるんですけど。ちょっと細かすぎて、ドット、せっかくのドットなのに、2D ってやっぱドットが、まあドットですから、そのドットの綺麗さっていうかさ、そのドットの、クオリティっていうかあるじゃないですか。それを見たいのに、なんかその、細かすぎてよくわかんないっていう、なんか残念な結果になってるっていう、なんか矛盾してるよね。せっかくドットでさ、ね、昔ながらのさ、ドットでさ、やれるって、なってたのにさ。まあちょっとそこは、残念ですけど。まあまあまあ。まあ、まだ、このゲーム、
ドラクエ11はね、噂によると70時間らしいですから。普通にクリアするまで70時間かかるらしいからね。ドラクエ7はだいたい俺クリアするのに、100時間かかりましたけど。まあ、それに割り出し匹敵するぐらいの。出来らしいんで。ね。まあ、グッドって感じですね。楽しみにしてます。ということで、甘みはあるね。香り。2433です。ご視聴ありがとうございました。